今日はね、JR 岡山駅来ました。まあ、久々ですね、ここ来るのは。まあ、明け方よく歩いたりするんですけど。じゃあちょっと歩いていきましょう。岡山駅ね、いいですね。新幹線ホームに来ました。あるかな、こっち側に。紹介したいお店があるんで行きます。東京方面ですね。東京、大新大阪、東京方面。こっちです。気になるんで行ってみます。お、ここ岡山名物ですからね、ぶっかけうどん。よし、千円札のみ対応してますと。お土産ね、いけるみたいです。いや、よし、いい旅です。持ち込み、ウィンなんですね。
ませんごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、よし、じゃあちょうど列車来たんで、はい、というわけでぶっかけうどん食べ終わりました。まあ、手軽にね食べれる感じでいいですね。まあ、あそこにあるのは全然知らなかったですね。だいぶ前からあったみたいなんですけど、まあ、お持ち帰りセットとか、まあ、そのままね、車内で食べれる、内容があったりで、とってもね美味しかったです。ぜひね時間ある方行ってみてください。すごい良かったです。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。